脚本賞は日本テレビブラッシュアップライフの脚本を担当されましたバカリズムさんです。おめでとうございます。ではまずはバカリズムさん、前の方へ目線を。はい、ありがとうございます。お願いいたします。いや、昔のってなんか日本地図を切り抜いてそんな風に持ってる時代ありましたよね。あ、そうですね。そのネタもコントをやらせていただいておりましたね。はい、あれはよ、でも懐かしくて僕が懐かしいですか。懐かしい。もう好きだったんです。あ、本当ですか。はい、見てくださってたんです、はい、ありがとうございます。いや、だけど、はい、このドラマは、はい、びっくりしましたね。あ、そうですか。はい、びっくり、はい、いや、一回かと思った。え、死ぬのは1回かと。ああ、こんなに何回も繰り返すとは思わなかった。2回目も2回かなってそうですね。でそのたんび出てくるじゃないですか、はい、そうですね。俺やりたかったなと思って私あそこの役あれだけど、はい、まあ、バカリズムさんご自分のネタも全部ご自分で書いてらっしゃって、はい、知ってましたし、はい、でも他の方にも提供したりしてるってのも知ってましたし、はい、そんな意味ではストーリー作りは慣れてる。そうですね、やっぱり自分のコントをやっぱりもうずっともう20年以上作ってますので、割とそのコントの延長線上で書いてる感覚です、ね。うん、でもコントも一人喋りのコントから自分の声を録音してそのやり取りがあったりとか、はい、まあ、いろんなこう、そうですね、他人数化してるじゃないですか、はい、その果てがこれですか。うん、その経験も多分かなり生きてると思いますね。一番この最初にプッと思いついたのが、もう本当に人生を何回も繰り返すっていう設定があって、はい、で割とそのタイムリープものっていうのはその人生の途中からやり直すっていうパターンが多かったんですけど、はいはい、これが本当に生まれたところから毎回やり直さなければいけなかったら結構めんどくさいなっていう見る方も結構大変だし、ありますよね、これを成立させるのが逆に大変だなっていうところで、じゃあ逆にやってみようっていう割と考え方でしたね。いや、だって例えばこう私ぐらいの年になると、ね、はい、あなた大体いくつぐらいの頃に戻りたいと思いますかって聞かれるじゃないですか。そうですね。それでね、生まれた時からって答える人ほとんどいませんから ね。でやっぱり意識がある状態で新生児からやり直すと結構いろいろ気づくこともあるんだろうなとか、ただただずっと寝てなきゃいけなかったりするんだろうなとか、うん、なんか割とそういうところから想像を膨らませて書かせてもらいましたね、はい、なるほど。いや、でもびっくりすると同時に、いや、さすがだなとも思います。そうですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。バカリズムさんでした。